この前サロンのさ、うん、ライブやった時に、うん、あ、ライブやりましたね。そう、やった時にさ、はい、言ってたやつ、うん、よかったからこれちょっと、ね、撮っときたいなと思って。何何あれあれ、世の中のさ、 YouTube この前調べたらさ、うん、脱力、おーおー、言ってた、ね、力まないとか脱力しなさいみたいな動画が多かったっていう話したじゃん、うん、その話をもう一回聞きたいなと思って。脱力してナイスが打てるのかっていう話。打てるのは打てる、打てる、打てるのは打てるけど、うん、ナイスじゃないよね。ナイスじゃないよ。ナイスじゃない。ほんとね、ちょっと一発打っていい？うん。平井宏明のワンナップゴルフ。通常の力感が、これなんだけど、うん、強さだけで言ったら、うん、でもぐらい強い。ああ、ほんま。うん。脱力する。うん。脱力。うん。おお。だから、両方ないしだから、うん、あれでいいんだったらもういいですよってこと。だけど、自分のその飛ばせる、本当に飛ばせる距離よりも飛んでないし、うん、球が低いし、うん、スピンも少ないので、うん、それでもいいんだったら、うん、あ、それでもいいなら、一応ナイスというか、当たるは当たる、当たるは当たるし、思ったところに脱力して戻せる場合は、うん、その方向、ナイスな方向に飛ぶし、うん、まあそれでも全然あれでいいんだったら全然、うん、ただ距離的に、うん、ちゃんと打ったのよりやっぱ飛ばないっていうなっちゃうんだ。そう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 。だからその両方真空し、うんうんうん、両方まっすぐ飛ばせるんで、うんうん、だけどそれを脱力を何のためにやらなきゃいけないかってなってくる、うん、例えば脱力しなかったら、うん、そのまままっすぐ飛ばないんだったら、うん、もちろん脱力しないとまっすぐ飛ばせない、うんうん、だけど脱力してるんだったら、うん、その分飛距離は落ちます。うんうんうん、で、脱力しろって言うでしょ、うん、ここは脱力してないんだよね。あ、そう、上蓋が脱力してる、はいはい、要は上蓋を握ったら力んでるよってみんな判断する、はいはいはい、これ多分ね、俺多分 YouTube 初だと思う。そうだね、上蓋、要はここは握ってて、うん、ここの上蓋をこうやってやったら、うん、はい、力んだってみんな指摘する、うんうん、見っけする、うん、だけど脱力してるよっていう人でも、うん、ここを緩んでる人は多分一人もいない。だけどそれに気づいてない。あ、そういうことか。だってここ緩んだら飛んでいくんだよ。そうだね。そうだね。そうだね。だからそんなことはしないのに脱力っていうから勘違いしてこうなる。あ、ゆるゆるになるね。こうなる。うん。そう。だから飛ばない。飛ばなくて当たり前なの。そういうことが脱力スイングと、脱力してるんだけど、うん、入れるところはちゃんと入れてますよっていうスイングの差が生まれちゃう。で、脱力してもそのナイスみたいなのは打てんだ。うん、みたいなのは打てる。やっぱ力んでる、ギューッと握って、力んでるよりは、それっぽく打てちゃうから、そういう動画が出てきちゃうわけだ。下から来る力みっていくら力んでもいいの、うん、上から来る力みはダメな力み、うんうん。そう。そういうのが、下から来るもって力みに感じにくいのね。めっちゃ力んでるわけよ。うん、こういうこと、うん、そう。でもそれをそこまで力みって言ってるから、脱力してもうまくいかないじゃん、右行くじゃんっていう人が多い。これは俺、すごいこと言ってると思う。うん、そうだよね。そういうことか。だから、この力みと、この上、パカってただ、こうやって蓋をしたのと、全然力みは変わらないわけ、うんうん、だけど、ここは相当力んでるわけ。はい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 。上がパッカパカだから、緩んでるよ、俺は力入れてないよっていう人が多いと思う。うん、絶対に。ここは相当強い、うん、指は、うん。そういうのがしっかりできてくると、うん、その力む力まない問題はどうでもいいってことになってくる。だけど、そういう動画多いじゃない。多い多い。うん、だその、もちろん、その、スムーズな動きをしないといけないから、うん、その、変な力は入れてはもちろんいけないんだけど、うん、その、緩すぎるのは良くないよねって、うん。そうかそうかそうか。その境界線
当に、うん、まあ、境界線は人が決めることだから、うん、明確なものはないんだけど、うん、でも、インパクトはしっかり力んで、力はこう、パンって入れますよね。だから、拍手するのもさ、当たる瞬間もさ、脱力してたら音が鳴らないんだけど、ここはさ、パンってなるじゃん。ここはいるんだよ。うん、だからそういうものと一緒ですよ。しっかりと球を飛ばすんだったら、ナイスショットは打てるけど、本当にその自分のマックスの飛距離は絶対出ないよ。うん、そうだね。全部脱力したら。だから、その、クラブを制御するための力は必ず入れますよ、ね。うん。その制御って何って言ったら、自分が止めようとしたところにピッ、ピッ、ピッって止まってるかどうか。うん。それは、結局、手元が全部緩んでたら、止まんないよねってなっちゃう。うん。そしたら、インパクトも調整できませんよ、ね。そういうのは注意が必要ですよ。でもそんだけ緩んでるとあれでしょ、コース行った時に通用してないって言ってたよね。そうそうそう、あのね、まずラフに負けたり、うん、ヘアウェイからいい音が鳴らなかったり、うん、その打った瞬間に空洞のものを叩いたりするわけです。うん、そうするとヘッドを置く方法を残せないわけよ、うん、怖って、うん、そう。だからターゲットももちろん飛ばないし、必要以上に球が浮く。だから前に飛んでいかなくて上に飛んじゃう。そうすると、手元が緩むとどうなるかって言ったら、怖くなる状態が起きたり、その、手元が緩まなきゃいけないんでしょう、分かったって言って打ったら、インパクトの力が出ないって分かってるから体が突っ込んだりする。うんうん、そういうことが、脱力しすぎると起こりますよ。それはすごく注意が必要。じゃあ練習場ではそれっぽく出ても、コース行ったら、やっぱりうまくいかないになっちゃうんだ。なるんだ、全然なる。で、練習場で、例えば、うん、こうやって、フル脱力して打ったら、綺麗に見えるじゃん。見える見える見える。で、あれだったらさ、ね、練習場だったらさ、OK じゃんってなっちゃうでしょ。なるなるなる。だからダメ。あんなの、どこが OK なんだって話。今は OK に見えるけどねって話ね。あんなコース行ったら、ラフに負けるわ、フェアウェイバンカー大ダブルするわ、うん、もうとにかく風に負けるわ、うん、球止まんないわ。フェアウェイでもうまく打てない？シャンジャンですよ。あ、そう？全然全然。根っこに負けるから。あ、そうなんだね。結局、自分で加速して、自分で衝撃を作ってるのに、自分に負ける。あ、そっかそっかそっか。だから、結局その自分にも勝つために押し切ってあげなきゃいけないよってことだ。それにはもうフル脱力してたら無理で、で脱力したら何が起こるかって言ったらまず猫背になるし、そしたらお尻が入っちゃって張りがないからダフるし寝るしっていうのが起こりやすくなるんで気をつけてください。すべてじゃないですよ。そうなる方が多いっていうことがあるんだけど、めちゃくちゃ多い。いや、そういう動画多いから。多い、ね、多い。だから俺ほんとその指と上蓋の関係をちゃんと言ってほしい、うんうん。指を脱力してる人はいないよってことね。いない、絶対いない。絶対いない。ぶっ飛んでちゃうから。この上のこのフっていう蓋はいくら緩んだっていう。ああ、指だけで持ってるから、ね。そう、うん。でも、ここの握ってる下からのものっていうのはもう絶対強いから。ここは。うんうんうん。まあ、これは緩くたっていいさ。うんうん。それが、しかも、仮に指10本緩くたって、インパクトでこのグリップで握ってますから、絶対握ってない。絶対に強く握ってんだから。そうか。あんなスピードで振ってね、飛ばないわけないんだから。そうだよね。飛んでっちゃうよね。そう。だからそこが、インパクトの時まで緩んでるって勘違いされてる方は、インパクトの時は自分で振った力に勝てる力で握っててくれればいいですよってことなんですよ。なんかその衝撃にね、負けないぐらいはね。そう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 。耐えなきゃいけない。だって、あんな長いクラブ、ヘッドだけ重いドライバーのさ、自分のフル加速したのもさ、こんな勝てるわけないじゃん。こうやってスポットにしてたってさ、ギリギリ勝てるかどうかってさ、こんな近く握っててさ、緩んでたらさ、やっぱ難しいよね。そこをちゃんとこうやって勝ち切ってあげるために、どういうクラブの動きに、こう向きにしていかなきゃいけないかっていうのは、そうちゃんと自分の力でこうやってやってあげないと無理ですよね。で緩んでたらもうクラブがこう何にしか動かないから、それでスイングプレーが綺麗でフェースがちゃんとかかってこう戻ってくるんだったら別だけど、全て戻るわけじゃないから、それを自分で最初からこう
戻せるようにしとかなきゃいけない。それには力が必要ですよって、うん、いや変に腕とかさ、そういうところが力んでる人に向けて言ってんのかな。まあそうだろうね。あのこうなっちゃうけど、こうストンってこうシンプルなこの張りっていうのができない方に多分言ってんだろうね。レッスンしてそういう人いた？肩に力入っちゃってるとかさ、変な力み、うん、近い人はいる。要は巻き肩こう。ああはい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 、はい、胸は出すから、ね、うんうん、巻き方だと肘が近くなる、うん、近くなると不自由なのが、うん、まあ、ちょっと難しい、うん、なるべくこういう状態、こういう状態なんです、うん、取ったりとか、なんかね、自分のコツが分かりゃいいのかな。あ、俺も右手右手ってもちろん右手なんだけど、8割9割右手、何なら10割って言いたいぐらいなんだけど、うん、あと、まあ、1か 0.5 はここの視点とここで、うん、こうやって、ああやってんだ、そう、少し少しね、こうやってここでちょっと入れて、そうするともうグワーってくるから。へえ、そうなんだ。そう、その感覚になるまでに相当打ったんでっていう、うんうん、それ打った結果それが一番良かったっていうだけ、うん、だからなんかこうね、こうやってやったらこの向きになりやすいんだよっていうの必ずあるんですよ、うん、その方がやりやすいので、それを見つけたままですよ。あれじゃあ今のもさあ、今の左手のとこだけ切り取ってさ、左ちゃんってなるかもねなっちゃうでしょ。でもなっちゃうね、切り取られたら、うん、ほら1か 0.5 って言ってんのに左じゃんって。確かに確かになっちゃうんだよ。そうだ、ね、今の見たらさ、左もちょっとやるんだと思っちゃうもんね。ちょっとやるんだと思ったら2とか3やっちゃうもんね多分。そうだよね、うん、0.5 ですよか、マックス1です。本当に右手だけずっとやってたら、あ、左こうなってんだって気づいたぐらいの感じだね。じゃあそう意識してやっちゃうと2とか3になっちゃうよね多分。少しなんだ。じゃあ少し、あ、本当だ、持ってないじゃん。これと同じだから。ああ、そうなんだ。そう、力がだから俺はもう右なんだよ。右の力、右、まあ右手一本であれだけ飛んだ十分になるから、うん、右で間に合わなかった人が右でやって間に合うようになって、うん、で間に合った結果打ててきて、うん、次に左にスイッチするのは俺は全然応援する。ああ、そういうことか。そう、はいはいはい。そう、戻った人の次の反応なんだ、うん、そうだよね、いつもの話で。そう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 、戻った後の話で。そう、まだ戻ってないんだったらとりあえず戻してくんないと。そういうことだね。だからそのあの本当戻っちゃうんですよ、順序がありますよって話なんですよね。そうだよね、うん、で、なんだろう、インパクトとか緩んでいいとか緩んでいいんですよ。正しいかどうかわからないですけど、仕事とかもそうじゃないですか。完璧に仕事こなすのって新人の頃って全て完璧に全力でやるじゃないですか。でもできてくると抜きどころが知ってくるじゃないですか。ここは別に、そういうのがゴルフのスイング中にもあるってことなんですよ。できない人は頑張んなきゃできないんですよ。でもできる人は頑張らなくても同じ得点取れるんですよ。だからそういうことがスイング中にあるので、まあ、その辺はこうできてきてから分かってくることなので、まあいろいろあのお試ししていただければと思います。はい。グリップ力むよって間違いなく。で、打ててる人って力む力まない、グリップ力む力まないって多分迷わないと思うんですよ。自分がもう打ててるんで。俺はこれだよっていうのがあると思う。この辺は全然気にしてないんですけど、そのまだそのクラブが戻せなかったりとか、なんかスライスが治らないよとか、シャンクが出るよとかっていう方が少しでも参考になっていただければと思いますね。はい。グリップをしっかり握ってくださいっていうところを取ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。